本日 FC 琉球の小野伸二選手に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶり。はい、もう大遅刻です。僕大遅刻1時間もう、伸二さんは1時間待たせ、しょうがないね。もうすいません、もう責任を話してください。沖縄だからね、もう沖縄あるあるよ、もうそれはしょうがない。すいません、もう優しいんです。伸二さんもうサッカー界のレジェンドなんですが、経歴を言うと、浦和レッズからフェイエノールトで浦和レッズに戻ってボーフム、その後清水エスパルス、ウェスタンシドニーがその後ですね。ウェスタンシドニーで、コンサドーレ札幌で現在 FC 琉球、はい、プロ23年目です。ワールドカップも3大会出てます。レジェンドですの伸二さん。伸二さんに。あ、そんな言われても。いやいやいや、僕からしたらもう、いやいや、もうすごいですよ。オリンピックだよね。あ、そうです、一緒にやらせてもらったんで。だからその伸二さんの歴史をちょっといろいろ聞いていきたいんですが、まず、まあ自分で思われてるかわからないですが、まあ、天才とやっぱ言われる中で、その伸二さんのルーツを人がそうさせたのか、環境がそうさせたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど。どうだろうね、まあ、まあ育ちがね、はい、兄弟の10人もいたし、はい、まあ、そういう中で育って、はい、うん、何番目なんですか、まあ、上から6番目、男で言えば5番目。あ、そうなんですね、うん、まあ、そういう中で育って、はい、まあ、サッカー自体はやっぱりこう出会った人たちに恵まれたなっていうのはそう思う、はい、あ、昔からなんか違ったんですか。違ったっていうか、周りからそんな感じで言われてたんですか。どうかね、うーん、人と違うとはまあ感じては感じ、まあ、多少は感じてたのかな。あ、まあ、そのスポーツ少年団に初めて入ってからっていう、はい、というものの点を取ることに目覚めて。あ、そうなんですね。もう一人で10点とかもう15点とか普通に取ってたから、なんかこう人にパスしないでもうドリブルでいっちゃうみたいな。あ、そうなん、そういうタイプだったから昔は。昔ですか。小学校時代は。ちょっと話を変えて、ちょっとあのシドニーオリンピックの記事で、はいはい、シドニーオリンピック一次予選の怪我っていうのが、はい、なんか伸二さんこの、まあ、大きい原因だったっていうか、うん、なんかその当時の、なんか心境というか。あ、まあやっぱ怪我、それまでに大きな怪我っていうのはなかったから。 なかったあれが一番本当初めての怪我で、はい、でね、相手がましてまたフィリピンっていう、はい、点差もあの時10点以上の差ついてたから、はい、まあ、まあ自分の中でやっぱ余裕、油断というかね、はい、そういうものがあったかもしれないし、で自分の中でいやサッカーって簡単だなってちょっと若干思ってた部分があった、あ、はいはい、そのおごりが、はい、神様って見てんだなと思って、そういう戒めじゃないけど、バチ当たったんだな俺にと思いながら。あ、そうなんすね。という感じはするね。あ、そのちょっとオリンピックつながりなんですけど、はい、そのアテネオリンピックの時一緒にやらせていただいて、はい、僕シーズン初めて見たんですよ。でもう正直キャリアもありましたし、僕キャプテンやらせてもらったじゃないですか、うんうん、キャプテンやりたくなかったんですよ。いや、だってですよ、伸二さん来る、ソガさん来るオーバーエイジで、もうキャリアあってもうそっちがやってくれるだろうっていう僕の中であったんですよ。でそう、突然キャプテンやります、うん、で、まあ、もちろんその同世代では、まあ、なんとなく分かってましたけど、もう伸二さんにどちらかというと頼ってた部分もあったので引っ張ってくださいみたいな。でもちょっとやっぱり俺もさ、はい、あの期間って短すぎて、あ、はい、ね、そうですね、本当直前だったから、はい、もっとね早く合流して、ね、違う合宿の時から入れてたらもっと違った結果になってたかもしれないし、はい、もうちょっとみんなと長く過ごしたかったなという感じですよ、試合まで。はい、もうそれはもう めっちゃあったんですけど、僕もで、初戦僕めっちゃミスしたじゃないですか。いや、まあ、あれみんなミスしたからみんな硬かったし、ね、いやめっちゃ優しいんですけど、正直もう今引退だから言えんですけど、もうあの瞬間どう思いました、ピッチ立ってて。いや、まあ周りがそうなっちゃうっていうのは俺自分が責任だなっていうのはやっぱ思ったよ。あ、本当ですか。周りというよりもやっぱそういうところにね、そういう経験ある選手である俺がやっぱりピッチの上で示さなきゃいけない部分はたくさんあったと思うし、そうさせてしまったのは、ね、申し訳なかったなっていうのは感じる。ねえ、柏原君、はい、すごいでしょ。普通絶対言うじゃん、なんかあの俺もう世紀の大ミスだと思ってるの俺の中では。
もうものすごい引きずってるのに、それをね自分のなんかこうサポートがなかったって言ってくれるのはさ、いやまあだいぶ大舞台に立てばみんなやっぱそういうのになるし、まあね、ただそういう中でそういう中でも、まあ、経験ある人がやっぱりこうドンと構えて、はい、みんなにそん大丈夫だっていう、こう安心感を与えなきゃいけない役回りだと思うから、あそれができなかったなっていうのはすごいやっぱり、うん、悔いはあるね。本当ありがとうございます。いやいや何を何を、なんか救われた気がします。ありがとうございます。でそこから、まあ、ちょっと日本代表 の、はい、その3大会っていう話をお聞きしたいんですが、最初フランス、うん、1998年、あの時19の年ですね。そうだね。で19でしかもピッチ立ったじゃないですか、うん、でその当時の心境ってどんな感じだったんですか。いやまあ別に自信もね、あったし、はい、ただその正直まだ高校卒業して間もなかったし、はい、なんかプロに入って間もない、はい、なんかこう不思議な感覚だったね。でそこに来てワールドカップってまたその凄さすらも分かんないぐらいこう時間が、はい、なんか不思議な感覚。そうなんです。緊張とかないんですか、もうあんな大舞台。いや国際経験まだそ、うん、ユース世代はではあったかもしれないけど、緊張、まあ、緊張はしてたんろうけど、はい、まあ、練習の中で自信持ってやってたから、ね、あ結局それがピッチに出たんじゃないかなと思います。もう違うんすよ、そもそも違うんすよ、メンタルとか全て違うんすよ。でその次の日韓ワールドカップもう日本であったんで、やっぱすごい盛り上がったじゃないですか、うん、日本中が、うん、であの大会も通してもそうなんですけど、その反響とかも含めてどうだったんですか大会って。そうですね、やっぱりアウェー感っていうのはやっぱなかったし、はい、やっぱもうこうみんなあの日本国の国民がよく応援してくれてるなっていうのはすごく感じたし、はい、ただ俺らもあの北の丸っていうところで、はい、結構人と接触するような機会もなかったから、はい、で新聞も確かあの時ね読めなかったの。あ、そうなんですね。だ結構ね、今のようにスマートフォンがあって、あ、はい、なんかっていう時代じゃなかったから、はい、何にも周りの情報とかあんまり分かんない状況で、でまあとにかくサッカーにすげえ集中できて、いい環境で、ですごく雰囲気も良かったから、うん、なんかやっててすごい楽しかった。あ、そうなんですね、うん、楽しむってすごいですね。大事だね、もうやっぱり絶対大事ですね。それはなかったらやってきない。若い頃はそんなもの一切なかったんで。緊張すごく、どっちかっていうと。でドイツ大会、はい、ドイツ大会はどういう感じだったんですか。そうだね、ドイツのアジア予選の途中で第5中やって、はいはい、そこからやっぱりこうワールドカップまでにこう自分のリズムってなかなか作れず、はい、でまあ初戦ね途中から入って一度で勝ってる中で3対1っていう逆転負けして、はい、やっぱすごいショックだった、ね、あの大会は本当ちょっとサッカーやめようかなってちょっと思った。そんなんですか。あの後ぐらい、正直。え、あのオーストラリア戦ですよね。そう、オーストラリア戦。勝て、もう勝てたと思いました。一応で勝ってたから、はい、まあお前このままいけいけっかなみたいな思ったけど、でまあ俺が入ってリズムがちょっと崩れちゃったみたいななんかイメージだったから。あ、そうなんですね。なんかもうあの後ちょっとやっぱいろんなものに自信がなくなったね。へえ。審査ってます。あるある、そう。もう本当やめようかなちょっと本当一回考えたもん。あ、そうなんですね。あのそのまあ23年間。うん、サッカー、まあ、23年目ということでターニングポイントって、まあ、どっかあったと思うんですけど、どこですか、あのチンさんの中でその大きなウェイトを占めるっていうのは。特にそんなにあんまりないんじゃない。そんなにないですか、うん、これといって激動にドーンっていったわけでもないし、うん、まあ、やっぱりこういろんないい経験でしたよね。こう J1 か J2 に落ちたとか、はい、で怪我して J2 に落ちて、はい、下にって言って、はい、でそこから J1 上がって、うん、フェイノート行って、はい、ね、なんかいろんなこう流れがあって、うん、今があるなって思います。ただ本当に今さっきも言ったように本当にいろんな人に出会って、うん、出会う人にすごく恵まれてるっていう、それは本当によく感じる。あ、そうなんですね、うん、いやもうその当時海外移籍って難しかったのよ、うん、誰でも行ける環境じゃなかったの。だからその中でフェイノールと移籍して、しかもウェアカップでしたね、1年目で、あのヨーロッパの大会なんですけど、そこで優勝してんだよ。で全部出てるし、審査はもうそれってすごいの。今のヨーロッパで活躍するとまた訳が違うわけよ、当時活躍するっていう。だからその海外でのこの、まあ、成功っていうのを一つやっぱ築き上げた人が、まあ、審査で僕は思ってたんで、うん、まあ俺は別に大してそんなでもないけど、いやいや、まあ、そう言えるのがすごいですよ、全部やっぱりね、カズさんだったりヒデさんだったり、
ね、そういう人たちが本当に道を開いてくれたおかげで俺らはそういう道ができて、で今みたいにね本当にビッグクラブで本当もっともっと本当にやりたかったし、あできればね、はい、あのまあ三流はこんなもんね三流だったら六流ぐらいになっちゃいますそんなあのそれで新さんの引退もう新次さんとかその世代ですよ、まあ、やっとさんもですけど、うん、まあ、俊さんとか僕はその方々の背中を追いつこうと思って、結局全く追いつけず先に引退したんですけど、でも引退、新さんにとっての引退ってな何が決まったんですか、ね、何を求めた、体が動かなくなったりとかじゃない、本当にもう、はい、無理だなって思うぐらいまではやりたいと思うし、ああそうなんですね、やっぱサッカーは離れらんない、まあそうですね、うん、今もやっぱ楽しいっていう感覚が、もうサッカーできるって本当に幸せだなと思う。サッカーやめた人はみんな言うんで口々、はい、後悔してるって、あやっぱやってる方が楽だよっつって、あ、はい、いろんなことが、うん、そう思うし、うん、でも自分からサッカー取ったら何もないと思う、もう逆に思ってるから、そうね、突き詰めて最後までね、はい、体は持つ限りや、じゃあ最後にその、はい、あのメッセージ、これからサッカー少年でもいいですし、あのちょっとメッセージいただければ。そうだね、まあ今の子たちというか、もうなんか練習やりすぎてて、はい、試合をやりたい、ハングリー精神というか、こうやりたいって思わないんじゃないかなってちょっと思ってて、練習しすぎてて、はいはい、あんまりやりすぎるって、まあ、好きでやってるんだったらいいんだけど、こうやらされてる感で やってるんだったら、なんかそれが自分のためになっていかないし。だからもっともっと本当に試合のための練習をやってほしいっていうか、試合で活躍するために上手くなるためにという練習をね、あの日々やってってほしいなっていう、それがやっぱりサッカーへの喜びだったり楽しみだったり、そういう風につながっていくから、でそういうなんだろう、楽しみながらサッカーするといろんなイメージが多分湧いてくるし、はい、でそういう子が大きくなって人を魅了するから、うん、まあ、そういう選手が多く出てきてほしいなっていう風に思います。貴重な言葉ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。